インド北東部からバングラデシュにかけて広がる大気エアロゾル大気エアロゾル粒子は大気中に浮遊しエアロゾルを構成する微粒子である大気について論じていることが明らかな時は単にエアロゾル粒子とも言う粉塵、浮遊粉塵、大気粉塵などとも呼ばれるが固体粒子とは限らず硫酸ミストなどは液滴であるエアロゾル大気エアロゾルとも呼ばれるが エアロゾルとは正しくは微粒子と気体とが混合した分散系のことで微粒子のことではない。雲を形成する水滴や氷粒子も厳密には大気エアロゾル粒子であるが文脈に応じ除外することもある。大気中の固形粒子の総量は約107トンと言われる。全大気質量は約6015トンであるからその平均濃度は PPB のオーダーである。そのほとんどは 混合層と呼ばれる地表約2キロメートルの大気層に含まれる。エアロゾル粒子は火山、砂塵嵐、森林、草地火災、植物の生命活動、海面からのしぶきなどの自然現象により生じるものもあるが化石燃料の燃焼や森林面積を大きく変えるような人間の活動はより多くのエアロゾル粒子を生成する。 地球全体で平均すると大気中に存在するエアロゾル粒子の約10%が人間の活動によって生成されたものである。一般的に乾燥地域ではエアロゾル粒子の発生が多く、乾燥地域の風下にあたる地域ではその影響を濃く受ける。降水量が多い湿潤地域でも寒気に入ったり昇雨が続いたりするとエアロゾル粒子によって大気が霞むことがよくある。 また、湾の奥では、風や海の影響、農業地帯では、土ぼこりの影響、工業地帯や大都市では、梅ンや排気ガスの影響で、エアロゾル粒子が多い傾向にある。粒子のほとんどは、海洋と陸地から供給される。海面からは、波浪や泡によって、海水滴が空中に分散、乾燥し微細な塩類の粒子、すなわち、海塩粒子となる。内陸性の粒子は、 火山灰、地表砂塵、あるいは花粉などが蒸発や風によって大気中に分散したもので NA、K、SO、C、MG、SO42、NH4 体などの成分を含む。また、その他に宇宙人として供給されるものも無視できない。以上は一次粒子について述べたものであるが、この他に二次粒子がある。多くはイオン成分を含む粒子であって、 その量は全粒子状物質の50%近くを占めるものと見られている。特に北極や南極の氷床コアの観測では19世紀以降の氷の層の中に産業革命を起こした人間の活動によると見られるエアロゾル粒子の痕跡が確認されている。これらのエアロゾル粒子は雨や雪、 今日の核として、再び地上に落下してくる場合もあるが、大流圏や清掃圏にまで到達した場合には、ジェット気流に乗って広範囲に拡散することもある。1986年に、チェルノブイリ原子力発電所事故によって発生した放射能を帯びたエアロゾル粒子は、ヨーロッパにまで拡散、イタリアやフランスの農作物輸出に少なからぬ被害を及ぼした。 エアロゾル粒子の発生源を定量的に評価する方法として CMB 法、PMF 法などが挙げられる。これらのプログラムは米国環境保護局のホームページから無料で手に入れることができる。大気中にエアロゾル粒子が多いと一般的に夕焼けや朝焼けの色が赤く濃くなるとされる。また、核戦争では大規模な火災が発生。これにより短時間で倍延によって エアロゾル粒子が多量に発生し、大気の透明度を極度に低下させ、核の冬が起こるとされている。エアロゾル粒子の流径は、ナノメートルのオーダから100メートル程度まで広がっており、その分布は、大数世紀分布やユンゲの分布などで表される。SPM と PM10 とは、頻繁に混同される。SPM とは、 空気動力学系が10メートル以下の粒子であり、日本の環境基準値の対象となる定義である。PM10 とは空気動力学系10メートルにおいて補修効率が50%となる粒子であり、世界中で一般に用いられる定義である。つまり、PM10 には SPM よりも大きい粒子もわずかに含まれる。ありがとうございます。